はい、おはようございます。それではですね、出かけたいと思います。はい。はい、では行きましょう。OK。それではですね、12月26日火曜日、しかしあなたたちは勇気を出しなさい。落胆してはならない。ちょっとマイクが入ってませんでした。ごめんなさい。マイクをですね、マイク、これでもマイク入んなくはないんですね。これでも一応入りますね。はい。しかしあなたたちは勇気を出しなさい。落胆してはならない。あなたたちの行いは必ず報いがある。歴代志下15の7。しかしあなたたち、ごめんなさい、英語ですね。 So you must be brave. Don't give up. God will honor you for obeying him.So you must be brave. Don't give up. God will honor you for obeying him. しかしあなたたちは勇気を出しなさい。落胆してはならない。あなたたちの行いには必ず報いがある。そうですね。それでは行きましょうかね。はい。それでは、ルーターですね。では行きましょう。今日はこれは曇ってるんでしょうかね。天気がいいんでしょうかね。メリークリスマス。メリークリスマス。そうですね。はい。それじゃあですね、皆さん行きましょう。少し寒いですけども、まあすごく寒くはないですね。今日は26日ですから、もうクリスマスは終わったんですけども、でもね、皆さんね、まあアメリカでは特にですね、1月入ってもですね、クリスマス気分ですね。日本だともうお正月気分でですね、もうクリスマスをこう忘れちゃうという感じですけど、まあ、お正月気分とクリスマス気分をですね、まあ分けないで、私たちは、いつもイエス様を目の前に置いて、イエス様を目の前に置いて、まあこの放送は一年中クリスマス、この放送は一年中クリスマス。私たちは、いつもイエス様を信じて、イエス様を喜んで、私たちは毎日がクリスマスです。毎日がクリスマスです。私たちは、イエスキリストに会って、祝福が来ます。昨日は、良いことがたくさんありましたね。良いことがたくさんありました。一人の人が救われ、また、コスモスちょっと少し枯れかけてますね。コスモスもうダメかもしれませんね。
皆さんの中にはね、今苦しみのどん底にいる方もいるかもしれません。もう本当に途方に暮れてですね、悲しんでる方もいるかもしれません。でもイエス様はそのことをご存知です。イエス様はイエスキリストに会って希望を持って歩んでほしいのです。イエス様は皆さんの、苦しみを知っていて、そして、皆さんを励ましたい、皆さんを力づけたい、皆さんがイエス様と個人的に関係を持って、信頼関係を持って永遠の命を、受けてほしいんですね。永遠の命を受けてほしいのです。皆さんはクリスマスの時に、クリスマスメッセージを聞いてくださいました。皆さんはイエス様についていろいろ学ばれたと思います。また皆さんの中では、祝福を持ってくれた方もいらっしゃると思います。ですから今あと今日は26日ですから、あと5日ですね。あと5日で、2018年。あと5日で2018年になります。新しい希望を持って、新しい、喜びを持って、新しい年を迎える。まさに今は年末ですが、これは、まさに週末こそ、年末は週末を表します。昨日は、12時までもう本当に数分しかないという話をしました。私たちはシンデレラであって、12時までにイエス様を信じないと、12時までにイエス様を信じないと、タイムリミットが来る、人類にはタイムリミットがあって、アダムとエヴァからこの裁きの時まで、6000年というタイムリミットがあります。そしてイエス様の、再臨は、とても近くて、イエス様はもう本当に、今にでも来ると、思っています。イエス様は天国に行った人がイエス様から伝言を受け、そのイエス様の伝言は、私はすぐに来る、私はすぐに来るという伝言です。ですからイエス様はすぐに来ます。イエス様はすぐに来ます。そういう気持ちで皆さんがいてほしいと思います。イエス様はすぐに来る、そして私たちはすぐに来てほしい、イエス様にすぐ来てほしい。マラナタという言葉があります。マラナタ、それは主を来てください、主を来てください、イエス様に来てもらいたい。イエス様こそ王の王であり、主の主であって、イエスキリストを信じるということは、イエス様が
誠の王、唯一の王であるということを認めることでもあります。今この世の中はサタンが支配していますけど、サタンが支配する世の中はもういい、ノーノーノー、もうサタンが支配するなんてとんでもない、本当の王であるイエス様が支配するべきだ、この世を支配するのは、本当の王であるイエス・キリストが支配するべきだと考えるのがクリスチャンです。そしてその時が来るんだ、もうすぐ夜明け、ちょっと明けぼの、この朝日、今朝日が出ましたけど、この朝日が出たように、朝日が出たようにイエス様がこの世の王として来られます。イエス様がこの世の王として来られます。それが再臨と言えるでしょう。再臨は、再臨は、イエス様が王として来られる時です。ですから、クリスチャンは待ち望みます。来てほしい、イエス様来てほしい、イエス様、来てほしいと待ち望みます。今日のですね、今日の御言葉、あなた方のロークはね、報いがあるというとこなんですけど、今日の御言葉はですね、朝という王がいました。朝という王、その朝という王はですね、とてもいい王様で、その偶像をね、偶像を乗り、取り除けて、もう一度イスラエル、ね、を、その信仰的な、王として、その偶像を取り除けて清めて、そしてもう一度ですね、神様に礼拝するような、そういう働きをしました。それに対して預言者がですね、朝王に神様が言いました。あなたのしたことはね、報いがあると、言って朝王を評価し褒めました。その朝王がですね、私の名前は麻生ですけど、朝王がですね、神様の励ましを聞いて、より、励まされてですね、信仰的なことをしたんです。その、このイスラエルの王様、北と南に分かれてしまいますけれども、その、いい王様と悪い王様がいて、朝王はですね、朝王はとてもいい王様だったんですね。はい。ですから皆さん、今皆さんはイエス・キリストを信じる方々はこの世にあって患難はあります。クリスチャンとして生きていく、自分の皆さんの心の中の偶像を取り除けて、皆さんの心から欲望を捨てて強盗の巣から祈りの家に変えました。イエス様のおかげです。イエス様のおかげで、皆さんの心は、祈りの家に変わりました。
姉さんの心は清くなったんです。神の宮になったんです。そして皆さんは今イエス・キリストに会って歩んでいます。イエス・キリストのために、イエス・キリストのために歩んでいます。そのロークは報われます。皆さんは天に宝を蓄え、天に宝を蓄え、皆さんは今素晴らしい働きをしています。もうしばらくイエス様が来るまで時間がありますが、ぜひ皆さん良い働きを続けてください。イエス・キリストに会って信仰の道を歩んで、ぜひ、イエス様に喜ばれる、イエス様に喜ばれる人生、イエス様が評価する人生を続けてほしいと思います。これ駅前ですね。私たちの人生は短いです。私たちの人生は本当にあっという間に終わってしまうでしょう。とても長いように感じますし、この人生はいつまで続くんだ、将来どうなっちゃうんだろうか。多くの人は将来に対して不安があります。しかし聖書でははっきりと私たちの人生の、その何て言うんでしょうかね、私たちの人生の結果があるんだよ。神様が、その天国に行く人と、地獄に行く人を分けて、イエス様の再臨の時に、イエス・キリストにかなうものが軽挙されて引き上げられて天国に行くことができます。皆さん、この本当に大事なこと、それは全ての人がイエス・キリストに会って、永遠の命をもらうものと永遠の刑罰を受けるものとが分けられるということです。最後の審判という言葉があります。最後の審判、それは全ての人が神の前に出て裁かれる、全ての人は死ぬことと裁かれることが決まっていると書かれています。全ての人です。皆さん全てです。皆さん全て、私たちは神の前に出なければなりません。私たちは全てのこと、この人生における全てのこと、私たちは神様に申し開きをしなければなりません。ぜひ皆さん、私たちは、その今、2017年の年末ですが、今私たちは、信仰を持つことができます。そして自分の残りの人生をイエス様に明け渡して、自分のために生きる人生ではなく、イエス様のために生きる人生、としませんか。2018年は素晴らしい年になります。イスラエル建国70周年です。77というのは聖書では完全数なので、とてもいい数字なんですね。ですからイスラエル建国70周年というのはとてもいい数字なんです。イスラエルの建国、これは神様の御心です。そしてイスラエルの救い、
これも神様の御心でありご計画です。私たちは神様の御心を行います。ですからイスラエルを応援するのは神様の御心だからです。イスラエルが救われて完成するときにどれほど神様は祝福するでしょうか。私たちはその御心を知っているのでイスラエルを応援します。今月のエルサレム宣言はどれほど神様は喜ばれたでしょうか。クリスチャンの人でもまだそのことが分かってない人もたくさんいますけど、エルサレムが神の都であると、エルサレムが神の都であると、おはようございます、メリークリスマス。エルサレムが神の都であると、そのようにトランプ大統領が宣言したことは素晴らしいことなんです。とてもとても素晴らしいことなんです。今世界はそのエルサレム宣言によって変わろうとしていると思います。世界は、今終わりの時代、イエス様の再臨に向けて大きな変化があります。変動があります。良いことにおいても悪いことにおいても、大きな変動があります。私たちはその、二つに、分けられていきますが、私たちは神様に祝福される側として分けられていく必要があります。悪いことをする人はますます悪いことをして、良いことをする人はますます良いことをすると書かれています。良いことと悪いことが実を結ぶ時代なんです。悪いことも悪いことの実を結ぶ時代、良いことをする者は良いことの実を結ぶ時代なんです。皆さんが、悪いことの実を結ばないで信仰の実を結んでほしいのです。今は収穫の時なんですね。収穫の時、信仰による実を神様は収穫します。信仰の実を収穫します。ですから私たち今私たち、良い実を結ぶ時なんですね。良い実を結ぶ時なんです。私たちの信仰が成長して神様が喜ぶ実を結ぶ時なんですね。罪のうちを歩む人はますます罪が増幅し、悪いことをすることによって滅びを、刈り取ります。滅びを刈り取ります。しかし私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって永遠の命を刈り取ります。永遠の命を刈り取ります。皆さんも同じように信仰によって永遠の命を刈り取ってほしいと思います。エルサレム宣言以降ですね、私は本当に希望がさらに増し加わっております。その今年は特別素晴らしい年になると思っていましたが、まさに、素晴らしいことが起きたからです。そして本当にこの目に見える形で聖書予言が成就し、目に見える形で神の働きが見えるから、目に見えない神様の働きが、目に見えるのでとても嬉しいのです。
とても興奮しているのです。これからもっともっと素晴らしいことが起きると期待しています。来年はもっと何か素晴らしいことが起きるので、もう本当にイエス・キリストに会って喜び、イエス・キリストに会って期待し、イエス・キリストに会って本当にこの神様に向かって感謝しています。皆さんも同じようにそういう気持ちを持ってもらいたいと思います。皆さんもそのイエス様を喜び、救いを喜び、将来永遠の御国に行くことを喜んでほしいと思います。それではですね、明石タイム行きましょう。明石タイム。エルサレム宣言によって、またイエス・キリストを信じることによって、神様は生きておられ、神様が良くしてくださっていることを、感じた証、そして喜びに満ちた証、感謝に満ちた証、スタート。イスラエルを応援しようと思った。イエス様、ありがとう。ニッキーさんを応援します。ニッキー・ヘイリーですね。アメリカの国連大使のミッキー・ヘイリー。エルサレムに興味を持った。人を許すことを頑張らなきゃ。盗むことをやめようと思った。そうですね。上のエルサレムで休憩したい。天国のこと、天国の都が上のエルサレムですね。上のエルサレム。この地上のエルサレムは下のエルサレムになるでしょう。命の選択をしたい。人生が楽しくなりました。人生が楽しくなりました。受験勉強をやめてこの放送を見ています。大正解ですよ。大正解。洗濯屋麻生さん。
ちょっと読むコメントがなくて すいません。いいとでもいいと思いました。いいとでもいいと思いました。いいと思いました。イエス様は私の心の中におられます。イエス様は私の心の中におられます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、明石タイムありがとうございます。皆さん、信仰の目で見るとこの世界は素晴らしい世界です。信仰の目で見ると神様の働きが見えます。信仰の目で見ると全てが美しく見えるんです。そして私たちはイエス様の約束によってもう本当に将来素晴らしいことが起きると信じることができます。不信仰の目で見るとこの世界は色あせて、恐れと心配と、失望の世界に変わります。多くの人は、不信仰のゆえに、人生が絶望に見えるんです。しかしイエス・キリストを信じる信仰の目で見るとこの世界が、希望に満ちてくるのです。どちらがいいかは明らかです。私も信仰を持つ前はえ色あせた人生でした。希望のない人生でした。しかし今イエス・キリストを信じて永遠の希望の人生、永遠の希望の人生、素晴らしい人生を感じています。二十歳の時の不信仰の人生より今67歳の希望の人生の方が喜びに満ちています。希望に満ちています。皆さんは多分20代30代10代若いと思います。選択さんありがとうございます。皆さんはまだ若いですから私以上に希望を持てるでしょう。私以上に喜べるでしょう。私以上に、その神様の素晴らしさを体験できるでしょう。それではですね、もう一度綺麗な景色を、お見せしましょう。青い空、青い空、白い花、お元気ですか。はい、久しぶりです。はい。お元気でよかったです。はい、よいよ私は。よいよ私は。ここは松屋。松屋ですね。
それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、皆さん、私たちはですね、イエス様と出会って、イエス様と出会って救われる可能性を持っているのです。私たちはその永遠の命を得るチャンスがあるんです。人生は素晴らしいのです。もちろんまだこの地上は天国ではありません。この地上はですね、罪があり、悪があり、病気があり、嫌なことがたくさんあります。しかしその原因が何であるかということを理解し、あ、人間が罪人だから、悪魔が働いてるから、悪魔が働いてるからこの世界が悪いんだ、この世界は罪にまみれてるんだということが分かり、そして自分もその罪があったということで、しかしイエス・キリストに会って罪のない生き方、神の愛を持って生きる生き方を学びました。そしてこの神の愛が、自分の力ではなく神の愛が罪を覆い、この世界の罪を、この世界の罪を神の愛が覆う、イエス様の愛が覆う、そこに素晴らしいことが起きるんです。いってらっしゃい。神の愛が、神の愛が世界の罪を負い、多くの人の罪を負って世界が変わる、世界が変わる、もうそこに、素晴らしいことが起きるんです。世界が変わるんです。神の栄光があるんです。十字架の栄光があるんです。十字架のゆえに、イエス・キリストのゆえに、神の愛が人々を変え、人々の心を癒し、人々の罪を負い、そこに神の国ができてくる。そこに神の国ができてくる。あ、おはようございます。メリークリスマス。そこに、神の国ができていく。神の栄光。皆さん、これから、ますますそういうことが増えてくるんです。ますます、日本のリバイバルはまさに、そういうことではないでしょうか。日本のリバイバル、それは、イエス様の愛が、イエス様の愛が日本を覆うのです。人々の心を覆うのです。イエス様の愛によって人々が癒され、救われ、人々が素晴らしいことが起きるのです。おはようございます。メリークリスマス。人々がどんどん変わっていくんです。人々が本当に救われていくのです。神の愛、神の愛には力があって、全ての人に必要なのが神の愛なんです。神は愛なりですから、神様が必要、全ての人は神様が必要、神の愛が必要。神様に触れて、神様に触れて癒される、変えられる、神様の愛によって励まされる、慰められる、その神の愛が必要なんです。皆さんにも必要なんです。皆さんにも必要なんです。求めてください、求めてください。神を求めてください。イエス様を求めてください。神の力を求めてください。神の愛を
求めてください。求めてください。皆さん、個人的に皆さん一人一人が祈って、自己流でいいですから、祈って祈って祈ってイエス様に求めてください。心から祈ってください。イエス様に心を開いて祈ってください。十字架を見上げてください。十字架を見上げてください。イエス様は皆さんを愛しているのです。皆さんを愛しているイエス様を、思ってください。ああ私は愛されているのか、ああ私は愛されていたんだ、私もイエス様を愛そう、私もイエス様を愛していこう。皆さんの人生はイエス・キリストによって変わるのです。イエス・キリストによって人生が本当に変わるのです。どん底から、引き上げられます。絶望から希望に変わります。皆さんの人生はイエス・キリストによって変わるのです。今日の放送を聞いて2018年を迎えて、素晴らしい来年になりたい、素晴らしい年を送りたい、絶望の年から希望の年になりたい、闇の人生から光の人生になりたい方、アメンと言ってください。イエス様を信じて、希望が欲しい、神の愛で変わりたいという方、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。天のお父様、感謝します。クリスマス終わってしまいましたけど、しかし私たちは毎日がクリスマスです。毎日がクリスマスです。いつも喜びます。いつもイエス様を喜びます。いつもイエス様と共に歩みます。2018年期待します。イエスキリストに会って期待します。あなたの愛に期待します。あなたの力に期待します。あなたの御心に期待します。素晴らしい年が来ます。日本も変わると信じます。イスラエルも祝福されると信じます。素晴らしい神の国が来ます。神の国が来ます。神の国が来ます。今アーメンと言った方々が、あなたによって変えられますように、癒されますように、励まされますように、イエス様どうぞアーメンと言った方々が救われますように、救われますように、イエス様感謝します。日本を変えてください。日本を救ってください。人々を救ってください。人々に永遠の命と希望を与えてください。愛を与えてください。あなたの愛が日本を変えます。あなたの愛が世界を変えます。イエス様変えてください。世界を変えてください。日本を変えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん期待しましょう。今日も素晴らしいことが起きます。今日も素晴らしいことが起きます。それじゃあ皆さん、また夜の8時にお会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン。